大学本部の入り口サンクトペテルブルク経済財務大学はロシアサンクトペテルブルクにあった経済財務関係の大学である。1930年の創立に遡る大学で様々な政府首脳関係者を輩出してきた。1930年6月、レニングラード工科学校の経済学部を中心にレニングラード経済財務学院が創立し、同年9月から 初めての学生が入学している。この学院は1934年にモスクワ経済、財務学院と合併したり、1940年にはレニングラードの他の学校とも合併したりした。第二次大戦中にはソビエト連邦内のスタブロポリ地方へ、その後ズベク共和国の他種県とへ疎開を余儀なくされた。 戦後の1954年には、レニングラード計画学院を合併し、1963年には、経済学者のニコライ・ボズネセンスキーの名称を冠することとなった。1991年、レニングラード経済、財務学院は、サンクトペテルブルク経済、財務大学と改称された。ソ連以降の時代になって一貫して、この大学はロシア教育、科学省の評価でも、 ロシアで指導的な教育機関とされてきた。2012年現在で1万3000の学生が11学部40専門に分かれて学んでいる。認可銀行券50ルーブル大学本部はサンクトペテルブルクの中心部ネフスキー大通りからサドボエ通りに入ったところにあり、ここの建物は1769年にエカテリーナ2世紀の地勢に認可銀行が置かれ、 この銀行はロシアで初めての25,50,75,100ルーブルの認可銀行券を発行している。このため、グリボエイドフ運河を渡って大学に入る裏口の橋は銀行橋と呼ばれている。また、1799から1805年にはサンクトペテルスブルク造兵局がこの敷地内にあったなど歴史的な場所である。 2012年に次の2つの大学とが合併して、サンクトペテルブルク国立経済大学となっている、など、ありがとうございます。